ストレートエニアグラム二等辺の友人です。D 隊長です。隊長でございます。はい、今日は、タイプ3、タイプ3、タイプ3の成長するために心がけることとして、タイプ3、はい、よく達成者とか、成功を追い求めてる人なんて言われて、みんなが憧れるタイプですね。人気のタイプ、人気の合理的で、自己主張型で、好きなものは綺麗にスルッと取っていく。華麗にスマートに。スマートに、そう。ただそれ、駆り立てられていませんかと。疲れませんかと。なんでまあ、ただ我々、私がタイプ6で、隊長がタイプ9。はい。で、タイプ3は、なんで、もう、つながってる。つながってますね。まあ親戚みたいなものですと。まあ、あとの残りのナンバーはもう、我々のウィングですよ、みたいな。派生ですよって。ちょっと今、ごめんなさい、マウンティングしました。申し訳ございません。ただそんなタイプ3、悪い面が出てくると人を小バカにする、抜け目のないやり方で目的のためには人を踏みつけにする、感情や人間的なつながりが見えることがない、なんてちょっと書かれていて、なんて言うんでしょう、マシーンのように成功に向かってるみたいな。で、必要であれば蹴落とすっていうか利用するですよね。で、僕はタイプ3、友達、仲のいいって僕は思ってるんですけどね、がいて、その仕事が絡まないと僕すごい好きです。明るいし、話してて楽しいし、仕事が絡むとちょっと僕苦手なタイプになるんですけど僕はあれですけどね、僕も好きです。僕多分統合の方向が3なので、はい、3の人は基本的に好きです。ああ、なるほど。で、仕事が絡む、僕の知り合いのタイプ3の人は仕事が絡むと寄ってきます。なるほど。あ、僕と逆です。逆で、仕事が絡まないとこう視界から消えてます。僕が体調がいなくなる、いなくなって、で、ただこう飲み会とかでたまたま一緒だったりすることも、仕事が絡んでなくても、そういう時は楽しく話をできます。タイプ3、そういうところですごい輝いてそうです。そう輝いてます。羨ましいただまあ、そんなタイプ3、ストレスを抱えた時、他とタイプと同じようにストレスを受けた時って話をしようとしたんですけども、タイプ3は他の人がストレスと呼ぶものはものともしませんと。かっこいい。すごいですね。目標に向かってただただもうストレスすら見えてない。そんなストレスも心地いいものかもしれないです。俺には必要だぐらい。ただそんな強い成功のためにはものともしないタイプ3もストレスを実感する時もありますと。それは失敗した時、ここがストレスなんですね。とか、その病気のために何かができなくなった時とか、目標に向かえなくなった時、なった時っていうのがストレス。ただもちろんその他の人がストレスと思っていることも、やっぱりボディーブローのように聞いてるとは思うんですね。なんでそんな時にタイプ9の悪い面、分裂の方向でタイプ9なんですけども、目的を見失って、そのために自信もなくして何もしなくなるっていうところが出てきます。なんでそうなる前にちょっと周りの人がストレスだと思うものも多分分かってると思うんですよ。ギューって仕事がいっぱいになった時に、多分タイプ3にとってそれって、余裕って思ってるかもしれない。よりあそこに近づいてるんじゃない、俺が忙しいのはみたいな。ちょっと待ってっていうところで、この成長するために心がけることをちょっと心に留めてくださいと。タイプ3が成長するために心がけること、1、時には立ち止まって今何を感じているんだろうと自問しなさい。1、少し休んであなた自身になる時間を作りなさい。散歩に出る、目的地は作らないこと。散歩に出るもよし、夕日を眺めるのもよし、で、瞑想法を身につけるのもいいでしょうと。義務感からではなく、ただ瞑想するためだけにするのだと。1、あなたが本当のことを言っていなかったり、話をでっち上げたりしているときに、そうと教えてくれるように信頼できる友人に頼みなさい。そして友人の言っていることが間違いだと思っても、とにかく話を聞きなさい。
とにかく話を聞きなさい、うん、2回言いました1、うん、人に気に入られようとして自分のイメージを変えていることに気づきなさい、うんうん、そして自分に問いかけなさい、これは本当の私？それとも今イメージを作っているところ？1. 体の調子、特に疲労感に注意を払いなさい。疲れていると感じたらスローダウンしよう。1. 肉体的な感覚をあなたが心の底で感じていることを理解するための手がかりにしなさい。1. 仕事や人生のスピードが機械的に速くなっていることに注目しなさい。あなたの心が同時にいくつもの課題に向かっていること、自分の感情を認めることを先延ばしていることに気づきなさい。気がついたらスピードダウンしなさい。1. 何かに取り組んでいてフラストレーションを感じたらゆっくりと周りを見回す時が来たのだと解釈しなさい。今まで以上に頑張って目標にアタックしたり次の目標に飛びついてはいけない、うん、1. 人の気持ちに共感したり人とのつながりを持つことがステータスと同じくらい大切なのだと考えてみなさい、うん、人とのつながりを持つことがステータスと同じくらい大切なのだと考えてください、うんうん、大切だから2回言いました 1. 自分をよく知る努力をしなさい、うんうん、人の持っている弱さや失敗に正直になりなさい、うん、自分のことを嘘っぽいと感じるようになったらそれはいい兆しだと思うこと、うん、1. 仕事でも遊びでも何に関心があるのかを自分の心に聞いてみなさい、うん、本当にやりたいことをやってみる時間を作りなさい、うん、1. 誰かに誘われたらその人はあなたのことが好きなのだということを忘れないように、うんうん、という、これ今私の知っている仲のいいと思っているタイプさんに言い聞かせました、うんうんうん、あのどうしてもいるとこだとね、うん、負けちゃうので、うんうんうん、まあそう口が達者ですからね自分もタイプさんにつながっているところがある、うん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 、っていうところからか結構あここってそうだよなっていうのは、うんうん、多分あれですね、僕タイプ3あの統合の方向なんで、はい、タイプ3のいいところが結構見えるんですよ。ああ、っていうのはあるのかもしれないですね。なんでこう6だと多分悪いところが目立つんじゃないかなって、そうですね、うん、このあなたが本当のことを言っていなかったり、うんうん、話をでっち上げている時に、うん、そうと教えてくれるように、うん、信頼できる友人頼みなさい、うんうんうん、そして友人の言っていることが間違いだと思っても、うん、とにかく話を聞きなさい、うんうんうん、このとにかく話を聞いてなんですよあ、そう絶対言ってきますからね、なんかでそのタイプ3の人が、うん、わーって打ち負かそうと言ってきた時は、うん、もう相手の人は、うん、そうそう勝てないですよ、うんうんうん、合理的でしょうし、うんうん、言い方もスマートに指してくるでしょうし、うん、こうプレゼン能力が高い人なんで、ね、異常に高い様はもう見てきました、うんうん、タイプ3が、うんうん、そうそう、まあ、8とかなら勝てるかもしれない、まあ、力ずくでただまあそのまあ本当かどうかは分からないですけども、うんうん、例えばそのアンジャッシュの渡部さんと小島さん、要は小島さんが1回注意したことがあると、うんうんうん、愛がないっていう点で、うんうんうん、ただその時もやっぱり最終的には小島さんが言い負かされたって言ってるんですね、うんうん、多分私はあそこをタイプ3とタイプ6だと見てるんですけども、うんうん、要はやっぱりそのタイプ6が気づいたところは、うんうん、多分指摘しても勝てないんですよ、うんうん、そうだからあの自分で気づきましょうだと思うんですよね、タイプ3の人は言い負かすんじゃなくて、多分他の人がそうやって言ってくるのをとにかく黙っていけと、そう黙って聞けじゃなくて聞いてください聞いてください とりあえずこう言ってることを聞きましょう、いやそれ、うん、周りがそうやって思ってますよっていうことですよね、あなたは一人でここで突き進んでるかもしれないけども、うんうん、で多分そうやって聞いた方が3の人にとってみたらいいことだと、目標ばっかり見てそれ以外のことは見ずに突き進んでるんで、はい、
こう多分周りのことなんかこう目にも入ってこない感じなので、はいはい、風景だと風景、ね、なのでもうちょっとこう周りの人を見た方がより成功しますよみたいなところだとは思うんですよね。そうですね。だからその実績とか数値とか売上とかじゃなくて、そのそうそう人とのつながりもステータスと一緒だと思ってくださいと、うん、だからそのステータスとかが、はい、をタイプ3の人はすごいことだって思ってると思うんですよね。それこそが輝かしいと。そう、はい、だけどそれをこうひけらかしてもタイプ6の人はうさんくさいって見るん。じゃタイプ6じゃなかったとしても、まあ、タイプ6じゃなかったとしても、はいはい、まあ、なんかちょっとうさんくさい人だなって見てますよって話なんですよね。もちろん、はい、これ俺すごいだろうって。で、まあ、タイプ3の人はそこが囚われで、うん、そうじゃないと僕生きていけないと思っている人たちなんですよね。この成功っていうのがないと、そういうのをこうぶら下げていないと認められないと思っている、うんうん、だけどそれをぶら下げても他の人はそこばっかり言われてもちょっとうさんくさい人だなって、そうだし、それ取ったとしても、うん、十分好きだよって話ですよね、うんうん、そうだから認められるためにはそれがあればまあ認められるかもしれないけど、はい、こう人間関係も重要ですよって、はい、人間関係がないところでひけらかしても人間がいないですからね。そうそうそう、ま、周りに、うん、信用がないうちにひけらかしてもうさんくさいって捉えられるだけ、はい、うん、なんで一回立ち止まってそう、あの周りを見てくださいと、うん、でその人たちのことも大切にしましょうっていう、はい、なんかすみません、これはなんかいつもだと、うん、はあ、分かるとかっていう話をしてたんですけども、うんうん、ちょっと説教っぽくちょっとあの熱が入ってしまいました。うん、あのタイプ3の人違うんです。はい、僕はあの基本好きなんですよ、うんうん。一緒にいて楽しいし、うんうん、すごい切り返しがうまいんですよ、ね、うんうん。まあアドリブ効くし、アドリブ効くし、どこにでも出れるタイプですもんね。ですごいスマートなのは、うん、でまあ僕は羨ましいと思ってます。はっきり言って。うんうん、ただそういう口論になると、うん、100% 言いまかされる。うん、アンジャッシュの2人がこう口論してたら絶対渡部さん勝ちそうな、はい、感じするじゃないですか、はい、ただなんて言うんだろう、そうなんです。ただどっちが芯を食ってるかっていうところは違うかもしれないですよね、うんうんうん、そう、なんか一見それっぽいことをそれっぽく言うのが得意なんですよ。まあ綺麗でしょうね、その言い方も。そうそう、だからうーんって言い返せなくなるみたいな。なんでもうここの、うん、あの成長するために心がけることって書かれていたんですけども、うんうん、一旦立ち止まって、うん、目標を決めずに立ち止まって、うんうん、周りを見てくださいと、うん、瞑想するのもいいって書いてありますと、うん、いや目標作っちゃうんですよね。今日は何分瞑想しようみたいな瞑想とか言っても散歩とか言っても今日はどこどこまで行ってあれをして帰ってこようみたいな靴はこの靴でとかインスタに上げちゃえとか、そうそうそう、そういうことやりがちなんでしょうね、きっとね。そういうのを忘れて周りを忘れてっていうところですかね、うん、ただこう散歩してみる、散歩して何か気づくことが多分あるんですよ。あと、まあ、また一個思い出した、この、うん、ごめんなさいね、違うんですよ、この最後に誰かに誘われたら、うん、その人はあなたのことが好きなんだ、結構ね、僕何回かそいつに電話かけてもね、うん、足気にされるんですよ、よく言われるのが忙しいって言われる。僕に何かステータスがあればつながってくれるんでしょうけど、そうだから僕の知り合いのタイプ3の人も、はい、この今やってる自分の仕事にプラスになりそうみたいな時はすっごい来ますもんね。なるほど、ちょっと飲みに来ましょうよとかそう、あのいつもとちょっと違う形になりましたが、うん、はい、で成長するために一回周りを見てください、うん、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。